皆さんこんばんは。はい、少量チャンネルのりょうでーす。かぶった。言ってくれないから、翔太でーすって言ってくれないからさ。ねえ。俺今、ポンポンプリンに夢中なんだから。自分のこと大好きか。これ映して平気なんかな、映して平気かわかんないけど。かわいいの。ポンポンプリンのさ。え、公式？そう。かわいいんだよ。かわいいね。ほら。これ知ってた？りょう。何？帽子なの、上の。知ってるでしょ。いや、だろうなって思ってたよ。ベレー帽かぶってんだろうなって思ってたよ。そうだよ。うん。いや、そういうのはどうでもいいのよ、今回。皆様、お正月終わりました。どういう風にお過ごしでしょうか。お正月ね、正月らしいことさ、あんまりできてないけどさ、なんか正月ってさ、なんだかんださ、ぐーたらしちゃうじゃん。するする。ね。うん、ラーメン食べたくない？食べる。ラーメン食べたいよね。食べる。うん。食べよう。食べる。うん。というわけで、ラーメンを買いに行きたいと思いまーす。はい、ありがとう。いや、ありがとうじゃないの。一緒に行くのよ。あ、そうだった。うん。ひょにょ。おい、今から買いに行くぞって言ってんのにさ、なんで寝てんのよ。じゃなくて。捕まえんな。俺の歯を捕まえんな。ここ置いてるから。置くな。なんで置くのよ。こねるな。俺の歯をこねるな。投げるな。また何してんの。こねて、投げて、塗って、あ、どういうこと、あ、投げたやつを取ってまた、え、どういうことよ。静かに。静かにじゃないの。買いに行くんでしょ、ラーメン。明るくないよ。買ってくるんじゃないの？いや、一緒に行くのよ。一緒に行くの？え、なんで？大好きな旦那様をさ、一人で行かせるわけ？だって、ラーメン食べたい人誰？え、翔太でしょ？だって、翔ちゃんが、食べたいけど、翔ちゃんが先にさ、ラーメン食べたいねって言い出したんじゃん。買ってくると思ったんだよな。話が違うんだよな。買ってくるかなって思ったんだよな。話が違うんじゃねえよ。一緒に行こうよ。買ってくるんだと思ったんだよな、言えば。一緒に行こうよ。言えば出てくると思ってたんだよな。いや、そういうのはあるな。いや、行きましょう、一緒に。何それ、かわいい。あ、これあれか、もらったやつか。そうそうそう。いや、違えんだよな。いや、違えのよ。おい、まあ行くか。じゃあ行くか。一緒に行こう。オッケー。えい、終了。はい、というわけでラーメン買ってきました。まあ食べようか。じゃあ、うん、買ってきましたラーメン。今の時間見る？うん、何時だっけ。わあ、12時16分17。いや、もうこんな時間か。うん、でもいいのよ。うん、食べさせてよ。そうだね、ラーメン食べたいもん。しかもね、味玉も買ってきたんだ。ありがとう。なんかさ、贅沢じゃない。うん、それ何？これね、初めて見た。ミルクシーフードヌードル。へー、そんなのあるんだ。うん、食べようぜ。食べる、食べる、食べる。ひょにょ。そういう時もあるんだって。うん。食べたいんだもん。いつもじゃないもん。うん、いつもじゃないもんね。そういう時もあるさ。みんなもあるでしょ？あるある。うん。あるよっていう人は高評価よろしくお願いします。なんかさ、よく言うじゃん。なんか正月ってさ、今はどうかわかんないけど、うん、おせちとかさ、はいはいはい、そういうのばっかりだからさ、うん、なんかそういうジャンキーなやつ食べたくなるみたいな。なるなるなる。うん、いいね。うん。そういう気分だと思って、うん。おせちとか食べてないけどね。おせち食べてないね。うん。あ、いい匂いする。あ、Thank you。わ、すっごい、何これ。白い。うん。チーズがすごい入って。あ、ほんとだ。いただきまーす。こっちも見えるかな。危ないけど、高菜が入ってる。うん。高菜ラーメン、もう、美味しいよね。そうだね。いただきまーす。いただきまーす。いやー、罪深いわー。うん。深夜のラーメン。でも美味しい。うん。美味しい。うまーい。うん、うまい。うん。美味しいな。うまい。いや、もう本当にさ、もう、この時間のラーメンが一番美味しいよね。うん。うん。絶対多分さ、深夜でラーメン食ったことない人絶対いないと思う。うん。みんな知ってるよね。うん。このうまさ。そう。いや、いいのよ。うん。たまには。うん。うん、美味しいんだけど。卵も食べてみよう。終了。おぉ。おいしい。いいね。おいしい。お酒作ってこよう。いいですか？どうぞ。
いってらった。パッ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 。うん。いや、もうまた最近、外出自粛になっちゃった。どこにも行けない。でもさ、うん。いいな、二人いるから。まあね。うん。おいしい。どんな高い料理とか食べても、もう一番、やっぱ俺は家で食べるのが好きですね。うんうん。ね。本当になんか、ご飯食べに行ったりとか、うん。飲みに行ったりとかした後でもさ、家に帰ってきて、プラーメンとか食べると、なんかちょっと、そうね。ホッとするっていう。うんうんうん。あるよね。確かに。カップラーメン好きなんだよ、俺。めっちゃ好き。うんうん。どこの魚のラーメン美味しい。うんうん。これも美味しかった。美味しいよ。美味しかった。うん。ああ、美味しい。いいね。うん。いや、もうこういうのでいいの。こういうのが好きなのよ。うん。高いものってよりかはこういうのが好き。そうね。うん。ひょにょ。贅沢はね、贅沢でいいけど。うん。なんかこういう、素朴な、うん。食事とかもいいよね。なんだったらこの家もっと狭くても僕いい平気。ほんと？うん。何そんなに俺とひっつきたいの？え、そういうことじゃないの？畳の部屋の4畳半みたいな。でも全然。俺はね。うん。うん。だって。うん。俺のことがそんなに好きなんだって。くっついていたいんだって。ごちそうさまでした。うん。はぁ、あ。うん。汁まで飲んじゃった。美味しかったー。あ、この真似ね。うん。かわいい。ひょにょ。何思い出し笑いの。そうそうそう。なんかスーパー行くときにさ、うん、自転車に乗ってる人が前にいてさ、うんうんうん、なんかってやってたの。わかんない、はい、何食ったかわかんないけど、うん、チャリンチャリンみたいな。うん、な何があったのここみたいなさ。ここ ね。やってたよね。うん。いた。いたよね。うん。で、あれ見て、りょうは、翔太みたいなやつがいるみたいなこと言ってた。いや、俺もやるけど。言い方ね。うん。翔太みたいなやつで、そんな悪い方すんの。翔太みたいって言ったの。翔太みたい。うん。俺もなんか、こうやってるかな。翔太も歩きながら変な動きしてる時あるんだよね。似てるなぁと思った。翔太もあれやってるよって。握りっぺとかやっちゃうね。握りっぺ？うん。でも、握りっぺって本当に臭いんだよね。どういう話よ。え、したことありますみんな。いや、俺しょっちゅうすんだけど。したことあるでしょ。いや、本当に臭いから、びっくりする。なんだろうね。いや、握りっぺが臭いんじゃなくて、うん、そもそものおならが臭いの、多分。いやー、そうだね。ちゃんと本当にできてんのよ、握りっぺとして。シャレとかじゃないんだって。本当の握りっぺで。でもさ、よく俺やるじゃん。翔ちゃんがさ、おならしそうな時にさ、お尻をさ、プスって。あれきついんだよな、お尻。ガードするとさ、出にくくなるよね。だからさ、布団でさ、おならする時とかあんじゃん。布団でさ、二人でこうやってさ、かぶってて、うん、で、ぷって俺やっちゃうね。わざと。やってるね。うん、わざと匂いを。やってるわ。嗅がせるために。やっぱこもるよね。こもるこもる。だから、こうやって。別のところに逃がしてくれたらいいじゃん。どっちがいいかな？下がいいかな？こうした方がいい？下がこうやった方がいいかな？そうなんだよ、ね。あ、そうなんか。俺のためを思って、そうやってもらう。なんで、あえてさ、そんな、俺に、匂いをさ、嗅がせようとしなくてよくない？そうだね。すごいいい音しない。ああ、よく痛くないね。結構痛くない？いい音するわ。ひょにょ。はい、というわけで、今回の動画はここまでにしたいと思います。気に入っていただければチャンネル登録と、高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。ぐーたら動画でした。